はい、今ねどこにいるかっていうと、タイのパタヤにいます。パタヤのところのセカンドロードにいます。ソイの7、ソイの8の間のところにいて、これからソイブッカオですね、いきません、ね、ソイブッカオということで、ソイブッカオのところに入っていく道です。はい、ザンボ寿司ってなんかね、視聴者の方から紹介いただいてあるんだけど、こっちの方なんだけどね、ソイブッカオの方なんだけど、今日ちょっと残念ながら日曜日だと休みだったんで、明日の夜行こうかなと思ってます。で、ソイブッカオということで、例えば初めて来る人でソイブッカオの方で飲んでるっていう人はあまりいないと思うんだよね。何回か来た人でソイブッカオの方、オーギンストリートは結構騒がしいしね、ソイ678とかね、あの辺りもちょっと奥に行ってっていう人は結構通な人かなって感じがするんだけど、そこのソイブッカオまで行く途中の道ですね、ソイ78の間、セカンドロードからこう入っていくところなんですけど、まあここも結構ね、あたりはこういう感じでね、だから結構ね、ウォーキングストリートとかがインド人がかなり増えてきてるんで、だから結構白人さんとかがこっちの方に避難してきてるって感じですね。だから聞いてるとアメリカ人が多いなって感じがしますね、これね。イギリス人とか、いわゆるその退役、退役軍ですね。アメリカ、例えばベトナム戦争で米兵とかもいたりしますけど、まあこういう感じです。おじさまたちの楽園って感じですね。結構年齢層としては男性高めですね。女性たちも結構高めかなって感じがしますけど、だからここも一応まあ結構気軽に飲めるところですね。ソイセカンドロードから、ソイブッカーマルの小道ですね、ソイ7と8のところです。まあ普通に飲んでビリヤードしたりとかねって感じですね。でここからちょっと行くとやっぱり結構ねローカル感が出るんだよね。でここ一方通行で、こっちが一方通行で、まあ、こんなちょっと入ってきます。いやーでもね、だからこのところって初めてパタヤ来る人でこっちの方まで来て飲むってあんまないと思うんだけど、結構やっぱりこの視聴者さんの中には結構ソイブッカオとかエルケメトルとかね、あっちの方に行く人がね結構いたりもします。だからあえてそっちの方のホテル取ったりする人いますね。まあ俺の場合はちょっとビーチで海でちょっとまったりしたくて泊まったんで、俺割と海に近い方にしたんですけどね、セカンドロードの方にしたんですけど、まあ一応ブッカオからも歩けない距離じゃないですね。でこういう感じで、バービアね、本当気軽に飲めれるような感じのところです。これはタトゥーショップか、タトゥー入れるとこも結構ありますね。でこっちがちょっと下、もう本当にちっちゃい、もう本当に食堂みたいな感じで、こっちもそうか、全然終わっちゃってる。まあもう本当この辺り見ていただくとね、もう昔ながらのこう感じがありますよね。なんでまあこの後ちょっとソイブッカーもね紹介させていただきますけど、まずはこのセカンドロードからソイブッカーまで行く道ですね。ここも結構道あるということで、ちょっと落ち着いた感じです。インド人はあんまりいないですね、こっちの方ね。一応ねソンテも出てます。ソンテのあれがどこでやるかわからない人いると思うんだけど、見ればね、でなんでまあこういう感じですね。まだブッカオが向こうの方なんで、だからここも結構店あるんだよね。で割とお手頃価格で、ATM とか業界場なんかもあります。で料理屋ね、タイ料理から欧米の料理とかね。で屋台も出てます。あそこもスカンディナビアブラーディア、結構ノルウェーとかスウェーデンとかね、あなたの行くと古いと思います。
ね、ここら辺はやっぱり年齢層高めですね。白人のおじいさん70とか60、70代かな。こういう感じですね。バービアまあ、俺もどっちかっていうとね、あんまりこっちを来ることは大したことないんだけど、たまに来ますね。はい、まあ、気が出てくるから。で、どうしようか、こっち行こうかな。こっち行くと一応 LK じゃない、そういう物価の方です。こっちも結構逃げるんですか。どうしようか、これ。一応ね、結構この辺りのホテルとか安いですね。ゲストハウスみたいなのもあるんで、割と安いから感じします。で、そのマッサージ屋ここからですね。マッサージ屋がね、なんか見ていただくとね、本当にもうのどかな感じだよね。もうこの地元の人たちも利用するようなところです。はい、だから皆さんもパタヤとか結構何回も来てる方で、こっちの来たことない方いらっしゃったらね、まあ通な方はこっち来ると思うんだけど、ぜひこっちちょっと探索してちょっと店利用してみるんじゃないかなと思いますね。結構もう本当にちょっと地元感が出てる感じですね。昔のタイプファッション、ウィーウィーファッションビューティーということで、すごいね。これ本当なんか静かな感じだね。で、建物がやっぱりこういう感じでね、もう隙間ない感じです。はい、まあ、日本なんかでも結構商店街だったらそういう感じだったりするかもしれないけど。まあ、すごいですよ、この辺りあるから。こことか、あ、猫ちゃんいる。本当もう地元の観光客が利用しないの、食物だけ。これも住宅街って感じですね。すごいね。なんかちっちゃい猫いたよ。こっち行けないのか。ということでね、まあこんな感じです。ここら辺はもうね、結構住宅街ですね。だからそれ住んでるんです。治安が悪い国なんかだったらね、本当にこの夜とかこう気軽に歩けないとかあるけど、まあ俺も治安の悪い結構行って夜とか歩いたりしますけどね。まあやっぱ緊張度が違うよね。ということで、まあこの後またね、そういう物価のあたりとかエレキメトロなんかの動画もアップしますので、ぜひ見ていただければと思います。またチャンネル登録いただければ、チャンネル登録いただければと思います。